紅白歌合戦というのはね、初めは紅白歌試合、はい、昭和20年の暮れに始まって、大事だったんですよね、休んで26年からまた始まるんです、はい、で29年からなんですよね、今のような形ができてきたのは、うん、ちょうどプロレスの力道山シャープ兄弟、ルーテーズとかね、そのキングコングダラシンといったようなプロレスラーが来る、そうすると私は膝蹴り、ぬしゃエビ固め、共にあばらの折れるまでなんていう歌が流行ったりしてでその頃からもうわーっと紅白の一つあれとしてパターンができてきた。で皆さんなんか勘違いしておられるけどね、 NHK は保守的じゃないですよ、うん、全てのテレビ局の中で最も格好進歩的格好なんです、うん、その時に流行ったもの全部取り込んじゃうんですよ。そうですね、だから聞いたこともないような歌詞がっていう批判をする人たちは時代に遅れてるんでね、本当ならば例えばね、どっかの局でやってる僕大好きな番組ね、あのとこから、タマなんてバンド連れてきたっていいんですよ、うんうん、ただそれがね、いつも一泊遅れるの、うん、でダサくなるわけ、うん、そのダサいとこも魅力っていう、そのダサいとこが魅力だしね、大体、うん、そのね、日本人の100人のうち70人から80人がね、同じ番組を見てるっていうのはこれ気持ち悪い現象であることは間違いないだからその気持ち悪い現象にさまざま挑んだわけでしょう、いろんな形で、はい、特にまあ、美空ひばり物語なんていうのはね、31日の大晦日へぶつけて、死せるひばり、生ける紅白を走らすなんて言えばね、お互いにこう反面教師になったりね、うん、励みがあって、みんな NHK の紅白があるから、馬場さんの言う通り、他の局が活性化するんでね、だから紅白がなくなったら、ちょっとバカみたいなもんですよ。うん、でただそれをね、国民番組だとかね、うん、そういう言い方は嫌なのよね、うん、高橋圭三さんがね、年越しのそばを食べるようなもんです、もはや紅白歌合戦は国民番組でありますっておっしゃったけどね、そりゃないよ、うん、そうすると紅白見てない 20% から 30% は非国民だってことになっちゃう非国民なのかもしれないけど、ね、そのあたりが一泊遅れるとこじゃないですか、それで一泊遅れちゃうのそしてなんかね、そのまず1000人ぐらいの人のアンケートを取るとかさ、各局のね、うん、あの局長さんの意見を聞くとかさ、それで本部でなんか NHK の本部でね、それをこう先行してご意見を伺う聞く会にかけるとかって、なんかいろいろ言ってるけど、結局どこも責任取らないわけ、誰が決めたのか分かんないのいつも、はい、出てきたもの結構ですね、ひばりちゃんはなぜ出ないんです、あの事件がありましたからねって言わなくったってみんな承知してるから、国民感情から言って美空ひばりは出演させるなってことになっちゃったわけでしょ。で以来僕は紅白見てないんです、はあ、そのひばり党としては非国民になったわけです、ひばりと同じように、はいはいはい、非国民になることで彼女と連帯したんだけれども、そういうものなんですよ、紅白っていうのは風景なんです。そのまあ、いわば今先頭にはもう綺麗なモザイクのあれなんかありますけどね、壁の絵が昔あった富士山で三保の松原でっていったような風景だと思ってりゃ腹も立たんしね、うん、で僕も馬場さんの意見に賛成だからこれ赤つけなかった、本当にそのまんま続けていきなさいって、あんまり工夫しなさんなと、はい、これで本当にアンケートならアンケートなんて決めてみたらどうだと1回ぐらい、うん、